お疲れ様です。動画をご覧の皆様、50代2024年残り2ヶ月、今年ももう終わってしまうな。結局何もかも手つかずで、もう今更やってもどうにもなんないなというふうに考えて、この時期を迎えてらっしゃる方もいるかもしれません。残り2ヶ月ね、たった2ヶ月しか残りがないと考えるのか、まだ2ヶ月あるじゃんって考えるのか、果たしてどちらでしょうか。2ヶ月60日、これ1年の終わりの2ヶ月って考えると、確かに追い詰められたような気持ちになりますけども、同じ2ヶ月でもね、これから1月2月と始まっていく今日が元旦だと思ったらどうでしょうか。今日が1月1日と考えて、ここから2ヶ月何か新しいことを始められないかなっていうふうに、同じ2ヶ月を捉えてみていただきたいと思います。そうすると残り2ヶ月っていう考えから、いや、これから2ヶ月じゃんっていうふうに、ちょっとね、何かをやってみようかなって気持ちになるんじゃないかなと思うんですよ。で、現実2ヶ月50日から60日かけると、大抵のことは軌道に乗るんですよ。言ってみれば、今までその2ヶ月をこの1年間かけてこなかったから、こういう風な残り2ヶ月になってちょっと寂しい気持ちになるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。それではいつものようにね、健康、仕事、お金、恋愛、この4つのテーマに分けて、残り2ヶ月でできそうなことをちょっとお話ししていこうと思います。まずは健康についてです。健康について結局今年何もできなかった方にアドバイスです。運動習慣を見直してみてください。おそらくほとんど運動らしい運動をやってこなかったんじゃないかなと。やっても2日か3日で終わっていたんじゃないかなと思います。だからこそなんですよ、ここから残り2ヶ月きっちりやってみるかみたいな気持ちで、2ヶ月限定でやってみてください。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動ね、筋力トレーニング、いろいろと思いつくでしょ。ストレッチやヨガで体を柔軟にする、これもいいと思います。怪我の予防につながりますからね。それから睡眠時間を確保して質の高い睡眠を心がけてみてはいかがでしょうか。健康については食生活の改善という問題もあります。私の放送を見てくださっている方の多くの方が4毒をやめたというふうになって、実際にその結果を今体感しているところだと思います。バランスの取れた食事、バランスの取れたって一体具体的にどういうことなの？私も日々隠居飯という動画でお届けしました。以前の隠居飯とは違って、今回は毎回毎回ほとんど同じでしょ。ご飯、味噌汁、焼き魚、漬物ね、こんな形で進めてきたと思います。最近は味噌汁にしじみとかアサリも入ってる、まあ、そんなパターンもあると思います。野菜や果物をたっぷり摂り、食物繊維を意識する。ただ注意してもらいたいのは、果物は今糖度を高めた砂糖の塊になってます。つまりチョコレートやポテトチップスを食べるのと同じなんですよ。だから果物はね、ちょっと要注意ですよ。野菜もかぼちゃとかお芋、人工的に糖度を高めているものがありますので、甘いから食べるっていうのに関しましては、ちょっとね、用心した方がいいと思います。糖度の高いものを探す、これも危険なんですよ。単なる砂糖が形を変えたものですからね。ですんで、避けるべきは砂糖ではなくって甘いものという括りになります。そのため外食を控えて手作り料理を増やすってことになりますね。ぜひね、自分の手で自炊をしてみてください。そこから全てが始まりますし、実はね、自炊をするっていう作業はそれだけで運動になるんですよ。生活習慣の中に自炊を入れることによって、買い物に行く、ゴミの処理をする、包丁を使う、お皿を片付ける、こういった料理ごと家事ってのがそのまんまウォーキングや筋トレにつながってくるわけなんですよ。ですんで、わざわざウォーキングや筋トレをしなくても、家事をする、自炊をする、掃除をする、こういったことだけでね、必要な運動はできちゃってるわけなんですよ。きちんと家事をする主婦の方って太ってないと思うんですよ。どうですかね。3食昼寝付きで昼ドラマを見ながら寝転がっておせんべいをかじりながらおけつをボリボリかいてる方は太ってるかもしれませんけどもね。このようにエステに通う必要も実はないんですよね。
それでもエステに通いたい方はぜひね、人間関係を作りに行くと思って行った方がよろしいんじゃないかなと思いますね。はい、それでね、定期的な健康診断もぜひ受けてください。次はお金についてです。お金、お金、お金、お金。これはね、本当に単純なんですけども大事なことです。まずはね、家計簿をつけてますかってことですよね。お小遣い帳を中学生でお小遣いをもらうようになったらつける。そのあたりから家庭教育として習慣化されてきた人は、簿記をつける基礎の能力もついてますし、そしてお金の見通しも立ちやすいです。自分は毎月どのぐらいのお金を扱っているから、来月再来月来年再来年はどういうふうにそのお金について考えていこうかなっていう身につく見通しっていうのがあるわけなんですよね。でもとりあえずお財布にあるお金を使って、なくなったら銀行の ATM に行く、コンビニの ATM に行く、こういった方はお金貯まりませんね。行き当たりばったりだからです。生涯にいくらお金を使うのかな、そのために自分はどんなお金の稼ぎ方をしているのかな、そうするといつぐらいまでに人生で使うべきお金を全部稼ぎ終わるのかな、もしくは人生の中では足りないのかな、こういうふうに日々ぼんやりと思うことによってお金を使うペース、つまりはお金を使えるようになってくるんですよ。ほとんどの方はお金を使ってるんではなくて、お金に使われるようになってしまってるんですよね。そこにちょっとね、注意を向けていただきたいと思います。当然老後資金の準備ってものも50代の残り2ヶ月でもう一回見直すことができると思いますよ。老後資金の問題についてはまた別の時間をとって動画の方を上げさせてもらいます。3つ目のセクション、恋愛についてです。いくつになっても恋愛をするのは素晴らしいことだと思います。この自分以外の人に惚れるね、同性にものすごく魅力を感じて憧れる、異性に恋心を抱く、我が子を愛する、近所の子供たちを愛する、そして近くにいる誰かをね、切実に思うこと、こういった気持ちってのは自分の人生をより豊かに、そしてバランスの取れたものにすると思います。もう人なんて関係ねえよ、俺は俺だよ、私は私よってなった瞬間、社会というものから離れ始めるんですよ。自分は社会の一部であり、自分は社会を動かしている、まさに一体化しているという意識を常に持つことですよね。特に私たちは日本人、大和の国ですから、大いなるね、和というものを持ってるわけですよ。ここから外れると途端に寂しい人生、辛い人生、攻撃的な人生、他人なんてどうでもいい人生が始まってしまいます。それが昨今の西洋化された凶悪犯罪にもつながるのかなというふうな気持ちもするんですけどもね。だって闇バイトなんてのは、そのね、犯罪行為を働いて被害者のことを何とも思ってないわけですよ。でも被害者の方も自分の身内、愛するべき自分の同胞なんだとしたら、とてもじゃないけども悪いこと、俺より詐欺できないですよ。押し込み強盗とかね、人のものを取ってやれって発想になりませんよ。ああ自分が自分の都合でこの人に迷惑をかけたら、この人の人生はいかに寂しく冷たいものになるだろうか、この人にも身内がいるだろう、この人にも悲しむ人がいるんじゃないかなっていうふうに思うと、まさにね、自分の身に置き換えていくことができるんですよ。それが今回お話しする恋愛っていうところなんですよ。どんな人にでも愛情を向けて、どんな人からも愛される自分になる、まあそんなことをね、残り2ヶ月で思っていてもいいんじゃないかなと思います。そして個人的にまたね、恋愛をしてみてください。50代になっても、身の回りにいる家族でもいいし、奥さんや旦那さんでもいいです。惚れ直すところをぜひ探してみてください。初めて出会ったあの日のことを思い出してみてください。そんな2ヶ月にしてみてください。で、最後です。仕事です。皆さん、仕事はね、ただ単にお金を稼ぐためではないです。そこには学びがあり、経験があり、そして人生を振り返るときに、必ず自分の仕事は社会のどの部分を作ってきたんだろうか、そして自分の内側のどの部分を作ってきたんだろうかっていうことを思い出すはずです。仕事、残り2ヶ月今までにないぐらい一心不乱にやってみてはいかがでしょうか。逆に残り2ヶ月全く仕事をしないという、そういうふうな形をとってみてはどうでしょうか。つまり
極端になってみるってことなんですよ。むちゃくちゃやるか、恐ろしいほどやらないか。そうすることによって普段仕事をどのような意識、どの位置でやってきたのかが見えやすくなります。いかがでしょうかね。もちろんスキルアップはキャリアアップ、ワークライフバランスというね、社会で作られた言葉をやってみるのも一つの挑戦だと思いますよ。今までなんとなく思ってきた仕事へのスタンスを、この際残り2ヶ月できちっと見定めてみてはいかがでしょうか。それが来年1月から始まる新しい人生のきっかけにもなると思います。今回は以上です。残り2ヶ月行ってみよう。ラストスパート。